なんでちょっと日本の学生でダメです。日本の学生で、日本の学生でここで国際交流がね行われる感じですね。ましたね。はい、はい、いい感じ。というわけでね、今日じゃない、今月はねずっと私服でライブに出演してるのでね、まあ今日のこの服とチェキが取れるのは今日だけですよっていうアピールもあります。ぜひ皆さんね、今日初めて見たっていう人も多分ね少なからず何人かおるんじゃないかなと思うんで、まあこれをきっかけに、まあちょっと今日可愛い服着とるじゃんみたいな、今日
なんかいいじゃんみたいな生活感うん、生活感あっていいじゃんみたいな思った人はぜひね、物販にも遊びに来てもらえたらすごく嬉しいです。はい、はい、というわけでね、次が最後の曲になります。ありがとうございます。ちょっとね、今日はね、久々にやったっけ、切れ味があんまり良くなかったね。もう一回やってもいい？次が最後の曲になります。いいですね、さすが優秀ですね、ここのお客さんは。はい、というわけで、じゃあ最後の曲をいきたいと思います。犬猫青春真っ盛り。はい、次のイベントは2月25日にミスカラー船入り店でガールズライブコレクションに出演します。イエーイ。はい、いつもね、言ってる馴染みのね、現場ですね。そうですね。はい、でね、その日もまたね、今日とは違う私服衣装で出演するので楽しみにしててください。はい、はい、チケットの取り置きもまだね、受け付けてますので、皆さんぜひ遊びに来てください。はい、以上、アンドゥでした。ありがとうございました。ありがとうございました。